わあ、めっちゃ明るい。今ね、6時14分。ついにね、サマータイムっていうのが始まってね、なんか1時間早くなったんですよね。だから、1時間早くなるっていうことは、こう、会社が終わるのもね、早くなったっていうことなんで、まあ、こんなね、明るい時間に帰れるっていう、すごいよね。なんか、アメリカ住んでたら結構サマータイムとかいろいろあってさ、日本でもね、始まるんですよね。なんか、東京オリンピックに合わせて2時間なんかサマータイムがあるとか、すごい、すごいよね、それ。1時間でも結構体調悪くなるのに。なんかね、眠いんですよね。1時間早くなるってことは、1時間早く起きないといけないってことだから、なんかちょっとね、体調おかしいんですよ。眠いんですよ、仕事中とか。で、これにね、またね、体合わせるのまた大変で、1時間でもね、結構な、なんか、ハードルがあって、まあ、大変なんですけど、なんかね、面白い Facebook の書き込みがあって、あのブルームバーグのアカウント僕フォローしてるんですけど、そこでね、トランプさんが、なんかこのサマータイムずっとサマータイムでええんちゃうとかいうツイートをしたらしいんですよ。それで普段、ブルームバーグ、特にねブルームバーグってあのすごい、民主主義の民主党のメディアなんで、マイケル・ブルームバーグさんがね、デモクラット、民主派、民主党っていうのかな共和党と民主党ありますけど、民主党の人なんで、まあ、すごいね、なんか、アンチ・トランプさんの人が集まるような、アカウントなんですけど、そこで、トランプさんが、サマータイムずっと、やったらええんちゃうとかいうツイートに対して、もっとなんか、普段は批判的なのに、みんなコメントがね、なんか、初めてトランプと合意したみたいな、トランプたまにはいいこと言うやんみたいな、そんな書き込みがいっぱいありましたけど、まあ、それぐらいね、なんか僕もね、サマータイムの意味がわからへんぐらい、ほんまにもうずっとこれでええやんって思うんですけど、まあそんなこんなでサマータイムの話はおしまいということで、そうそうそう、あのね、メリリンチャンネルでも、なんか言ってましたけど、僕iPhone のね、新しいの買ったんですよ。どうもケットですって、もう結構経ったか。これがね、iPhone XR の、ニゴロメモリーのね、あとは、この見て赤いでしょ。レッドバージョン。プロジェクトレッドってやつね。なんか、特別な色。これをね、買ったんですけど、結構2日ぐらい前に買ったんですけど、まだね、なんかね、SIM カードがアクティベーションできないんですよ。まあ、ずいぶん久しぶりに iPhone 買うからね、どうあるんやったっけなとかっていろいろやったんですけど、できないからね、なんか、今からね、スプリント、僕のキャリアのところに行って、なんとかしてもらおうかなと思ってまーす。じゃあ、行ってみます。あったあった、ここか。スプリント。初めて来るな。なんか随分ダタッピな中が。ちょっと行ってきまーす。これ、よかった。なんかね、そのスプリントの人がね、もう何やってるか全然分かってないような感じ。あんまりこうなんか、カスタマーサービスに文句言わないけど、ちょっとなんか問題があるサービスやなって思いましたけど、なんかね、周りの人もキレてた。なんで私こんなん待たないといけないねみたいな感じですごいか喧嘩してたのか。いやいやいや、じゃあね、今から帰ります。今がね、7時45分とかになっちゃった。さて、帰ってきました。で、いいものが届いてました。じゃん、これ、何だと思いますか。これはね、なんていうのかな、 GoPro のアタッチメントね、ここにくっつけれるんですけど、これの、アームマウントっていうのかな、リフトマウントっていうのかな。なんか、とりあえずね、今度のね、マラソンで、使えるかなと思って、ちょっと実験的に買ってみたんですけど、要はね、こうやって持って、ハーフマラソンでもね、結構疲れてくるんですよ、こう。腕こうやって振ってるだけでも結構ね、負担が多くて、それにこう、重みを持ってたらね、もうほんとグダグダになるんですよ、最後の。で、しかも今回、ハーフマラソンかける2やからね、ちょっとそれを万全の対策を取ろうかなと思って、なんかやっぱり走るからには取りたいから、で、なんかいいのないかなと思って探してたら、これに出会いました。でね、これ要はどうすんの、これこうやって、なんか医療器具みたいな感じだけど、こうやってちょっと緩いかもしれないけど、こうやって
こんな感じで、あ、ここにさくっつけた方が楽かもしれないね。ちょっと後でやってみよう。で、これ優れてるの、これ見て、ここに切れないけど、くるくる回せるんですよ、ここ。だから僕の狙いでは、普段はね、まあこっち向けて走ってるじゃないですか、届けこうやって、あーしんどーとか言って撮影して、向こう撮りたい時はこうやってくるっと回して、向こうを撮影できるって、すごくない？これなかなか画期的なんじゃかなと思うんですけど、こうぐるぐる回る。で、そんなにこうガバガバしてないからちゃんと固定されるみたいな感じ。これいいよね。だから二軸、こうあのこのピッチとヤーヤーってよくゲーム業界では言うけど、こう 横回転と縦回転両方ともできるようになるから結構便利。うん。でね、これをねちょっとね早速明日なんか昼休みかなんかにちょっと使用してみようかなと思います。でね、これこれこれ、あ、もうケースもね届いてないけど、これがねまだねアクティベーションされてないから、だから明日ちょっと早朝、カスタマーセンターに電話してちょっとやってみようかな、電話越しにね、アクティベーションしてみようかなと思います。なかった。おお、6時起きで頑張りました。今からねご飯食べて会社行ってきます。さて、横付きになりましたけど、こんな感じ見えるかな、こう iPhone で写したらね、手首にねこの GoPro をつけてるような感じで撮影してます。なんかちょっと想像してたよりも若干やっぱり重みを感じるな。やっぱ腕の付け根につけた方がいいのかな。ちょっと後でねまたいろいろやってみますけど、でこれのいいところは、この間昨日もねお見せしたようにこうやってねぐるっとね回る、こんな感じ、こんな感じで回せる、こんな感じ、走ってる最中にね向きを変えれるって、そんな感じねこれ良くない？これなかなか、おー、これはでもいいかもね。今からね、靴をねちょっと見にナイキストアに行こうかなと思います。今履いてるね、これ僕のアシックスのやつ、結構気に入ってるんですけど若干重いんですよね、なんか。だからトレーニングシューズとしてはいいと思うねんけど、やっぱりマラソンみたいなね、長距離走るときはちょっとなんかちょっとした重みでも負担になると思うから、もうちょっと軽めの靴が、ね、この間スポーツベースメント、スポーツ言えない、スポーツベースメントで見たナイキのペガサスズーム35、あれ結構履き心地よかったからあれを買いに行くかなと思います。着いた着いた、初潜入。こんな感じでね、見てほら、すごいなんかデコラティブ。これ多分ねバスケ場かなんかのなんか椅子、古い椅子やねこれ、なんか観客席の、それをなんかのオブジェか、なんか壁のデコレーションにしてるっていう。お、来た来た来た、2階に、女性向けのなんかランニングウェアが、この子すごいね、なんかすげー、なんかパンパンやなこれ、なんか最近の面白いね、ちょっとなんか田舎の木こりみたいなそんな服、僕はちょっとね2階に行こうかなと思うけど、なんか女性向けのウェアも結構いいよね。ナイキって最近さブランドイメージいいよね。なんかすごい靴、僕の欲しいランニングシューズの部門でも結構なんか最近すごい売れてるみたいで、まあ僕そこら辺全然疎いかわからんかったんやけど、こんな感じでね上の階も、あー、キレキレ、すごいキレ、こんな感じ。おー、チームラボっぽいね、これこれ、ここがね僕のフロアですわ。ナイキリアクトっていうの売ってるな、こんな感じ。なんかシンプルなデザインやけど色合いが 80s って感じやね。あ、これね、エピックリアクトフライニット、ニットっていうのが最近の主流ですよね、こういう軽い素材で。あ、これね、
な感じで、これがトレーニングシューズか、これが柔らかいフリーってやってね、あ、これですね、ペガサスシリーズ、ここここ、こういうのね、ナイキエアペガサスズーム、これですね、なんかね、このほらヒールの形がさ、なんかちょっとペガサスっぽくない？なんかちょっと可愛らしいですね、デザインもちょっと特徴的で、で何が特徴的かって言ったら、このね、後ろのこのかかとの部分が、あのちょっとね、すり上がってるでしょ、これがね、この間履いたらいい感じだったんですよ。で、手も先もね、ちょっとね、くねってこう上がってる感じ、だからもうほんま下駄履いてるような感じ、不思議な感じで、で、こう自然にこう振り子みたいな感じで前に送り出してくれるっていうね、そういうことなんですけど、いや、ちょっとなんかどれか試着させてもらおうかな。あ、これやん、ベーパーフライ 4% フライニットって、なんかめっちゃ速い人たちはこれをみんな履いてるっていうね、2時間30分とかそんなぐらいで走る人たちはこれを履くっていう、確かにめっちゃ軽いのか、なんかシナフって聞いたけど、ここでは普通に売られてますね。この裏側がすごいシンプル、なんかでも薄い感じやからすぐなんかダメになっちゃいそうな感じだけど、走行距離がね、なんかあんまり少ないって聞いたけどね、ちょっと高いのにあんまり履けないっていうのはちょっともったいないよね。やっぱもっと速い記録本気で伸ばしたいとか履くんやろうけど、僕はもうこれでいいかな、ベーシックモデルのナイキエアズームペガサス35。ひとまずね、ペガサス35とペガサス35ターボ、これすごくない？これなんかちょっとね、軽いんやって、でレースデーとかにはいいらしい、でも日々ジョギングとかするときはこれがいいって言ってるけど、この靴自身が僕の今履いてるやつよりも全然軽いんですよね。だからこれでいいかな、とりあえずね、両方とも履かしてもらいます。これはちょっとさすがに高いからやめとこう、またもうちょっと速くなったらかな。こんな感じ、いや、なんかでもフィット感はいいですね。やっぱりちょっとね、あそこのね、トレッドミルで走らせてもらうことになりました。これぐらいでいいかな、まあ、こんな感じで揺れるみたいな感じ、ちょっとどうかな、プルッとしてこんな感じ、近いか、おお、でも靴はね、いい感じでいいですね。クッションが結構しっかりしてて、ターボの方履いてみた、これをちょっとまたね、トライさせてもらいます。だからいきなり 6.5 ぐらいまでいっちゃおうかな、6.6、 よし、行くよ、7まで行くか、おお、やっぱ軽いな、こっちの方が。こんな感じ、色のセレクションとかプライスのセレクションとかネットの方が揃ってるよって言われたから、ネットで見てみたら、なんかね、赤い色で、全然30ドルぐらい安いのがあったから、それをここでね、あのお兄さんに買わせてもらいます。さっき言ったね、このベーパーフライの 4% フライニット、これなんかね、今日仕入れたらしいね、普段はね、売ってないらしい、やっぱり人気で、で明日になったらね、東京マラソンモデルっていうのが入るらしくて、なんか漢字とか書いてるんやって、東京マラソンとか言って、白いやつ限定モデルやって、生地の上にね、このバンドをつけてね、ちょっと仮定してるけど、どうかな、こっちの方がしっくりくるような気がすんな。でこれでね、くるっとしてちょっと近いかな、まあどうかな、こっちの方がいいか、はい、ということでね、今日はね、以上です。無事にね、靴を買いました。っていうか、これでもう不安要素ないかな、ちょっとね、靴がね、重いと思ってたから、まあいい靴が見つかったからいいかなと思います。ということで今日は以上です。いいね、よかとチャンネル登録お願いします。それでは、バイバイ。